肩の交互運動です。このエクササイズは肩周りを動かしやすくします。ポイントは肩甲骨です。さあ、それでは一緒にやってみましょう。エンジョイコアコン。肘を床についたまま、小さい前習いをするようにゆっくりと指先が天井を向くようにしましょう。右側が頭の上の方、左側が下の方になるように肘から先を曲げていきます。交互に繰り返していきましょう。肩の動きと一緒に肩甲骨の動きを感じてください。無理な力は必要ないですので、いけるところまでで構わないです。はい、それでは基本の姿勢へ戻りましょう。